サラちゃん、サラ、サラちゃん、サラちゃん、おいで。サラ、ほら、サラちゃんおいで。ご飯あげるから。じゃあ待てよ。さあちゃん、よしよし、食べていいよ。はい。美味しかった。美味しかった。はるちゃん。
ら。さやちゃんいいね。お母さんの布団。布団ちゃうわ。お母さんの布団。お母さんの膝の上で。さやちゃんご飯いっぱい食べたもんな。さら、さら、さやちゃん。かわいい、かわいいな、かわいい。さやちゃんね、ご飯たくさん食べていっぱい歩いたから眠眠モードになってます。お母さんのお膝の上でね、お休みしてるよ。ピクピクしてる、ピクピクしょ。ピクピクっていうか、もう目つぶった。もう眠ってしゃあないねんな。うすら、うすら開いたり。ほら、見て、ピクしたやろ。もう絶対眠いで、これ。あ、ヘリコプター来た。何が来たの？何が？ヘリコプターや。何が？ヘリコプターが通ったな。眠たいのにな、一瞬でピクッとしてなかった。サラちゃん、ほらすごいで、犬の形をした岩がある。サラちゃんと同じように横向きやで。すごいな、この岩。なんか名前でもあるんかな。サラちゃん、サラちゃんと一緒に小野ころ神社に行きました。小野ころ神社にはなんか安山のお砂どころというところがあるそうなんですね。お父さん、なんか産むの？もうじきね。何産むんですか？何産むんですか？へこめとこうかな。産む前。母の妹ですか？産んだ後。え？産む前。はい。産んだ後。すごいやん。すごいよな。めっちゃへこんだやん。はい。